それとね、この間パッと思いついたけど、天台大師の言葉を引かれて大乗人が仰せになっているのは、その死に会わざれば邪えが日に日に増していくっていう。結局、殊死神の三徳っていうご本尊様じゃないですか。死に会ってないわけだよ、偽本尊のやつらは。やつらって言ったら失礼ですけども、あなた方はですよ。偽本尊のあなた方は、どういうことかって言ったら、邪え。誤った横島な知恵が日々こう増していくっていう姿が起こるよって、そのともズバリじゃないですか。だから正しい知恵って何かって言ったら慈悲だよ。慈悲しかもう知恵と言えるものはない。だから正しい仏様に出会っていく方っていうのは、どんな根性あるでもなんとなくこう慈悲が増していくんだよね。それが人徳が増すことにもなるし、ところが、その誤った邪心を拝む、つまり本当に死に合わない連中というのは、結局邪え。慈悲はもう本当に皆無になり、その横島な知恵。横島な知恵ってことは結局さ、自他共に不幸になる知恵だよ。人をその何とか欺いて、人を何とかこの、うまいこと言ってって言いながら、自分も相手もこう滅びていくような、そういう知恵だけが増してくる。だから現象界で少しこじれたやつとか、創価学会の共選部とか、高専部なんか見りゃさ、幹部とか、検証会の幹部とか、全くそうだよね。邪えがもう、こう、火星人みたいにこんなに脳が、邪えだけの頭になっちゃって。やっぱりね、天台大師だって、そうやって、死に当たれば邪え火に増しって、おっしゃってるなと。それこの間、あ、そうだ、そういうふうにも読めるな。だから、まあ、